こんにちは、ミッドウェスト渡辺です。本日は豆黒ゴーチの第4弾入ってきました。もうなかなかこんなに細かく入ってくることはめったにないんですけど、まあ、ちょっとコロナの影響とかもあり、今回はちょっとねチュ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 って感じなんですけど、この間のこのちりめんのクレープ生地の素材と同じシリーズの、トップスとスカート、こちらのオールインワンが、これまあちょっと素材違いになるんですけど、が入荷しました。これ持ってた人結構多いと思うんですよね。まあちょっと早速紹介していきましょうか。はい。でこちらは、トップスが47,300円。はい、47,300円です。サイズ2を着てます。53,900円です。はい、サイズ1ですね。下はこんな感じで、まあちょっとこれセットアップにしてもおすすめで、ルックではこれ確かこう上下で着てましたね。あ、そうなんです。そうなんですよ。で、まあちょっとこういうね、あの豆らしいこのくるみボタンだったりとか、まあちょっとオリエンタルな雰囲気のある、そうですね。はい、なんか割烹って感じします。する？はい。確かに。まあ、1枚でさらっとねデニムに合わせてもらっても、これもあの前説明しましたけど、これと同じでコットン100のちりめん素材で、ちょっとこう T シャツまではやっぱラフすぎて着たくないなっていう人に、夏すごいさらっと、もう本当になんか清涼感のある、ちょっと寄っていいですか。はい、ドライなタッチの素材感。これでも伝わりますよ。伝わります。はい、ね、めっちゃ涼しく着ていただけます。コットンだからすごいこう除湿もしてくれるし、蒸れにくいんでめちゃくちゃ着やすいと思います。めちゃくちゃいい素材ですからね。はい。でこのね感じの、このやっぱこういうちょっと立体的なねシルエットが可愛いですね。これ最初セットアップに、ちょっとなんかワンピース見ましたね。あ、確かに。もう色がワントーンだから本当にワンピースっぽいよね。コットンだけど上品やから、なんかあのちょっとしたそういうなんだちょっとしたパーティー言いたがるやつね。ちょっとしたパーティーもいけるし、はい、フォーマルな場でも着ていただけそうじゃない。そうですね。ね、けどちょっと人とは差別化できるっていうところが、これはいいですよ。人と被りたくない人はぜひね、ぜひ。そうだ。あと僕的にはやっぱ色だと思うんです、うん、このラベンダー色、今年一番トレンド感あるくないですか。そう、ライラック、ライラックから ライラック。あ、なるほど、ラベンダーじゃないです。そうそうそう、ライラックって言っていきます、これから。そうですね、そうですね、ライラックですよ。綺麗でしょ。はい、そうで、ここにちょっとね穴が開いてて、これもまた可愛い、やりすぎてない感じの。あとこういうねシルエットがめっちゃ綺麗やね。すごいですね。私こういうくびれとか全然ない人間なんですけど、ストーンってしちゃうタイプだけど、ちゃんとこう綺麗にこう出してくれるというか、うん、なんかお花みたいに可愛いですね。そう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 、ラインをめっちゃ綺麗に表現して、女性らしい体型に見せてくれるデザインになってますね。私とこんな感じの丈感ですね。私結構肩幅広いから2でもいいかなと思ったけど、意外とゆとりあって着やすい。あとチャックがここら辺まで降りるからめっちゃ着やすいです。最近なんか長めですね。そう、着脱しやすいように考えられてます。サイズ2でこれぐらいの丈感、163cm ね。でサイズ1です。下はこれぐらいです。じゃあちょっと黒の方着てみます。はい、では黒着てきました。やっぱ黒も黒でめちゃくちゃかっこいいね。どう？ちょっとね、フォーマル感が増したかも。そうですね。ね、上品さがすごい出てるよね。綺麗。で、サイズがこちら上が1で下が2になりましたね。上はやっぱ1でもいいかもしれない。私と同じ体型の人はもういないかも。確かにちょっと大きいですか。まあ、渡辺さんの体型だったら、そうですね、ちょっとまあ意外とゆったりしてるかも。そうですね、うんうんうん、意外とゆったりめの感じです。で、下は、下は私はやっぱ 2の方が好きかな。まあ、ちょっとゆとりはありますけど、スカートの長さとかなんか安心感があるから、うん、下は2の方が私は好きです。で、ここなんか黒履いてみたら結構透けてるなぁと。まあ、こっち、このワンピースの時もね、結構透け感ありますよっていう話してたんですけど、はい、これは裏に、ここら辺まで、ここまで見えますか？見えないか。
すがにね。あ、でも分かりますよ。ここまであれが後ろ裏地がついてるので、はい、こっから上は透けないです、はい、だから安心して1枚で着てもらって大丈夫です。大丈夫です。足だけ若干、までも足のその何輪郭が分かる、めちゃくちゃ分かるっていうぐらいじゃないんで安心して着れるかもね。はい、感じでちょっとサイズ違いで色違いの黒を着てみました。いやー可愛いな、やっぱりこれ、このスカートも絶対夏場めっちゃ涼しくてめちゃくちゃ履くと思うな。あったら ね、あったらめちゃくちゃ履くやつやと思う。なんかシワになりにくそうだし、なんか座っても全然なんか突っ張らないし。この素材すごいです。はい、おすすめです。ね、夏にぴったり。いや、これは本当に夏持ってたらめっちゃいいやつですね。はい。じゃあ次ラスト、こちらのオールインワンを、これ楽しみにしてたんだよね。そうですね。これ着てみます。はい。では着てきました。こちら、ビスコース扇風オールインワンかな。はい。お値段がこちら。83,600円です。はい、です。いやーめっちゃかっこよくない？どう？ちょっと。めちゃくちゃスマートなオールインワンやね、はい、超かっこいい。今日のメインディッシュですか？メインディッシュですね、マジでめちゃくちゃかっこいいですよ。いやこれもう、まあ、ジャンプスーツっていう点ですね、このオールインワンの、うん、あのセットアップのまた違う別形態ですけど、うんうん、まあ、今年らしい、まず1で、2つ目がこのフレアっていうのがいいですね。そう、そうスリットが入って、スリットめっちゃいいよねこれ、はい。いやただ結構これサイズ1着てるんですよ。163cm でサイズ1でこの丈やから、はい、まあちょっと、あ、まあ長めではありますね。長めではありますね。カットできますよね。でもできます。まあヒール履いてもらってね。そうです、そうです。そこはバランスはうまく取ってもらえればいいですよね。まあこれ買われる人、まあ、うん、結構背高い人が多いかもしれないし、まあでも全然直しもできます、できます、はい、うちの優秀なお直し屋さんならそうです、綺麗に直してくれます、はい、で後ろはね、これちょっとこういう風にゴムになってて、ここがはいゴムになってますね。ここゴムになってギャザー入ってて、こうなんていうんだっけ、あのブラウジングしてるみたいな感じになってるので、こうすごいちょっと、しかもその位置が高めなんで、はい、かなりこうなんていうんですかね、めっちゃ足長効果あるというか、はい、まあ、腰位置がもうすでにハイウエストの位置になってるんですね。そう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 、ああいう手履いていただいてる状態になってるっていう。でこの大きめのポケットでこの辺のお肉を隠してくれるという。超安心設計になっております。まあちょっとワークっぽい感じもね、すごいよね。ああそうですね、チャックですごい中に来て、ここなんかがっつり開けてもいいかもしれない。そうですね、あのそれこそ、ね、あのあれじゃないですか、この何でしたっけ、あったじゃないですか、シースルーの、あーあれね、あれゲットしできた人がいらっしゃれば、ね、ぜひ。それにこれとかちょっとやばいですね。めちゃくちゃ人気でしたよね。人気でしたね。めちゃめちゃかっこいいです。いや欲しいな。欲しいな、これめっちゃかっこいいよ。いやこれめっちゃトレンド感ありますね。もう全乗せぐらいの感じなイメージありますけどね。ね、フレアにジャンプスーツにめちゃくちゃおしゃれです。皆さんこれどうですか、早い者勝ち。いいです、めっちゃおすすめ、超いいです、超かっこいい。もう6月には秋冬スタートしますので、そちらも楽しみにということで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。